静岡県、中学高校、制服人気ランキング。まずは中学から。第5位、浜松学芸中学校。浜松市にある、私立中高一貫校。制服は、男女共に上着はノーコンブレザー。男子は、同色スラックスに白ワイシャツと赤ネクタイを着用。女子は、コンスカートにネクタイと同じ柄の大きめリボンを着用します。学芸の名の通り、高等学校には芸術家を設置。制服も有名デザイナーによるデザインと美的感覚を養うには最適な環境と言えそう。第4位、日本大学三島中学校。三島市にある私立中高一貫校。制服は男女共に上着はノーコンブレザー。男子は同色スラックスにネクタイを着用。女子はチェック柄のスカートにネクタイと同じ柄の大きめリボンを着用。夏服は男子が白半袖ワイシャツ。女子はノーコン半袖ポロに青系チェック柄スカート。2020年にリニューアルされたすがすがしい制服です。新幹線停車駅である三島駅が最寄りとアクセスが良好。神奈川県や東京から通学する生徒もいるそう。第3位、静岡英和女学園中学校。静岡市にある私立女子中高一貫校。制服は冬服が紺のセーラー服。カラーは真っ白で、胸元は愛と奉仕の心を表すエンジ色のリボンでとても可愛いです。夏服もセーラー服ですが、色合いは上が白、紺のタイが映えます。爽やかな夏の女子高生をイメージできるセーラー服です。創立は1887年、130年以上の歴史を持つ伝統ある学校。キリスト教の教えを重んじ、朝は全校礼拝が日課となっています。第2位、静岡北中学校。静岡市にある私立中高一貫校。制服は、男女共に上着はコンブレザー。男子はグレースラックスにエンジ色のストライプネクタイを着用。女子はチェック柄のスカートにエンジ色リボンを着用。夏服は男子が白半袖のプルオーバータイプ。女子は半袖ブラウス。男女共に可愛らしい制服です。静岡北という公立校みたいな名前ですが、私立の学校です。第1位、西洋中学校。富士宮市にある私立中高一貫校。男子の制服は、コンブレザーが上着で、グレースラックス、赤系ネクタイを着用。女子は、青基調のブレザー、青系チェックスカート、エンジ色のリボンを着用。とても可愛い制服です。ちなみに、松井秀樹や本田圭佑でおなじみ、石川県の西洋高等学校は、読みは同じですが漢字が異なります。続いて高校。第5位、浜松市立高等学校。浜松市にある私立女子高校。制服は、男女共に上着がコンブレザー。男子はグレースラックス、紺地に青のストライプネクタイを着用。女子は、グレーチェック柄スカートに、男子ネクタイと同じ柄のリボンを着用。かつては、市立高校としては珍しい女子校。テニス競技が盛んで、毎年全国大会に選手を送り込んでいるのだとか。第4位、静岡女子高等学校。静岡市にある私立高校。制服は上着がコンブレザー、緑のチェック柄スカートに、エンジ色のネクタイを着用。夏服は白ブラウスに緑チェックスカートを着用します。可愛いと評判の制服です。静岡市の学生服といえば、学生服の山田。フォークソング調の独特の CM ソングは、地元の人にはすっかりおなじみ。第3位、徳波大学附属立花高等学校。静岡市にある併設型中高一貫の私立高校。制服は男女共に上着はコンブレザーと白ワイシャツ。男子はスラックス、赤系、ストライプ柄の入ったネクタイを着用。女子はグレースカートに男子のネクタイと同じ柄のリボンを着用。とても可愛らしい制服と評判です。こちらの学校がある葵区は、全国で一番面積が大きい区。端から端までは、およそ 75km ほどあります。第2位、県立青龍館高等学校。八重洲市にある公立高校。制服は、男女共に上着はノーコンブレザー。男子は、同色スラックスに白ワイシャツと、紺地と青のストライプ柄、ネクタイを着用。女子はチェック柄のスカート、ネクタイと同じ柄の大きめリボンを着用します。大きいリボンがとても可愛く素敵です。青龍館の名前の由来は、大井川の清らかな水の流れ。その様子は校章にも表れています。いよいよ第1位の発表。第1位、県立横須賀高等学校。掛川市にある公立高校。制服は、男女共に上着はノーコンブレザー。男子は同色スラックスに白ワイシャツと紺地ネクタイを着用。女子はチェック柄のスカートにネクタイと同じ柄の大きめリボンを着用。男女共に同じデザインでとても凛々しく見えます。横須賀といっても基地はありません。実は同名の高校は全国に4つあります。いかがでしたでしょうか。今回紹介した以外にも制服が人気の学校は山ほどあると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録もお願いします。